中田近吉大正15年2月20日は、第4代住友総理事である。では国大館出身。明治23年東京帝国大学卒業。同年横浜市審裁判所判事に任官。東京高層院判事、横浜地方裁判所部長、水戸地方裁判所所長、東京高層院部長を経て、明治33年大学の3年先輩である。 鈴木正也の水盤によって住友に入り、明治35年別子工業所支配人となる。明治36年本店理事となり、明治42年商工視察のため欧米へ出張し、明治43年からは銀行支配人を兼務した。明治45年銀行を株式会社に改祖し、その実質的トップである常務取締役を兼務した。大正四年中高所。 大正8年には、大阪歩行、大正9年電線、日本電機の、核、取締役に就任した。大正11年、鈴木雅也の後を継いで、住友防止総理事に就任。大正13年、北海道の坂炭鉱を買収し、大正14年住友坂炭鉱を設立。同年大阪市の公設市場設立に応じ、安治川の住友振動所と、 住友倉庫の敷地約2万7000坪を同市に譲渡。4月には、住友製品の販売店を神戸と名古屋に設置。6月には、肥料製造所を株式会社とし、大阪の日の出生命を買収。7月には、住友信託銀行を設立し、住友銀行、大阪商船、住友倉庫、日本電機、東和工業などの取締役を兼任した。 ありがとうございます。